こんにちは、ビハイアのとこいです。私たちはアニメゲーム漫画業界の発展のためにラクジョブという求人の媒体を運営している会社です。こうして私はこう YouTube に動画を人材情報のはじめですね撮っているわけですけれども、これってそのすごいことだなっていうふうに思うのは、例えば人材についてデザイナーを取りたいと、しましょう。それでデザイナーで特に乙女系の背景とかをやっている人材が欲しいんだっていうピンポイントでそういうニーズがあった時に、まず YouTube で検索してみてほしいんですよね。デザイナー乙女系っていうふうに、そうするとラクジョブにそういう人材がいるかどうかが、足しどころに分かるわけですよね。いた場合には検索はヒットします。いない場合もある、そのヒットしない場合もあるんですけど、その時は問い合わせてもらいたいんですけど、これって結構すごいことだと思っていて、というのも人材を取りたいといった場合に身近でこう完結させることが多い、ラクジョブという、多い業界において、ラクジョブを、ボケジョブでオンラインで、その人材状況を、についての情報をある程度知ることができるわけじゃないですか。これはなかなか大きいことだと思っていて、人材地って少しですね、本当にこういう人材が集まるかしらと不安になった場合は、ぜひですね、インターネット一回検索をしてみてください。私がいっぱい人材情報を喋っているので、何かこう手がかりが得られると思います。そういったことで、ラクジョブについては、人材はお任せということでお問い合わせしてみてください。よろしくお願いします。